ばさ。はい、どうも、キョペイちゃんです。たこ焼きコーデやっていきましょう。ということで、今回ですけども、敵の愛車を変えてみたシリーズをね、久しぶりにやっていこうかなと思います。って言ってもね、何回目のチャレンジだって、毎回この企画やるたびに、毎回同じオープニングを撮ってるから、悲しくなってくるんだけど、まあ、今回ね、いつも可愛いピンクのセダンに変えてたんですけど、まあ、今回はバイクバージョンでやっていこうかなと思います。っていうのもね、自分の倉庫を見てたら、めちゃくちゃ可愛いね、動物のバイクがあったんだよね。お、待って、一六だ。あれ一六、どこ行った？ないぞ。あれ一六どこ行った？あったあったあった。そのね、なんだっけ、動物の可愛いバイク、めちゃくちゃ階級高くて、調べたら、中級チケットね、25、6枚必要なレベルの、バイクだったんだよ。だから、大抵のバイクはね、もう変えれちゃうんだよね。なんで、まあ、今回はちょっとそれでね、やっていこうかなと思います。まあ、バイクがあれば、敵が乗ってるバイクがあれば、ほぼほぼね、塗り替えできると思うんで。あれ？なんかバイクの音したと思ったんだけどな。なんか音的にはあれだね。さっきまで俺がいたビルに来たような。あのビルっぽいんだけどな。渡れるか？怖いな。怖いな。ちょっと回るか。ちょい回り気味で行ってみよう。いや、バイクの音っぽかったな。いや、このチャンスをね、ものにしたいよな。待って、取れない。待て、足音聞こえる。ん？おあれか。すごい、頑張れ。すごい、待って、ワンマンが落ちてきた。危ねえ。いるぞ、やっぱいるぞ。待って。ワンマが打ち切ったんだけど、やばくない今のガバリ。今シーズン最大のガバリを見せたかもしれない。こんなこともあると。でも、いたね、いたわ。いた。ギリ俺車線通ってなかったんだな。危な。行ってみるか。多分上っぽかったよね。逆に上にいれば俺撃たれないんだよ、これ。よし、いけ。危ない。待って。すごいいっぱいいるな。まだ危ない。死ぬ。危ない。バイクあった。やばいぞ。なんだ敵だらけじゃねえか、ここ。あったぞ、ポプテバイク。ポプテバイクとかも余裕で帰れちゃうからね、これ。ちょっと待って。一番上っぽいな。変えちゃうか、バイク。ほい。来た。ほら、これ可愛くない？なんかパンダとかさ、いろんな動物の絵が描いてあるの、これ。これ可愛いでしょ？そして、俺こっち行くじゃん。で、上にいたやつは、あいつどっか行った、下に来たやつどっか行ったわって思うでしょ？で、こっから、伏せていく。あっちまで。これすごくない？これ足跡ね、つかなくなったから、いや、非常にこの企画しやすくなった。こうやって、ずっと行くことによって、敵には足跡が表示されない。プラス、ヘリコプターの音で伏せて、よじよじしてる音も聞こえない。まあ、普通にしてても、多分上には伏せてる音聞こえないと思うんだけど。これで観察ポジまで行こうぜ。ほら、かわいいこれ。かわいいっしょ。ポプテバイクとかもうガチ勢だよ、ガチ勢。まあでも東京バイク強いからな。この辺にしとく？あ、でもここなんか見えねえな。でもここが一番安全なんだよな。ここが一番安全なんだけど、でも全然見えないわ。企画としてダメだな。ちょっと怖いけど、こっちにするか。これなんか俺ゴキブリみたいじゃない？自分が上にいてさ、自分がビル上撮ってて、下でこんなことやってるやついると思うと怖すぎるわ。マジで。ずっと下で伏せて、移動してるって。ここか？ここにする？でもあっちか撃たれそうだな。大丈夫かな？あ、でもここもなんか微妙に見えねえな。なんだあの真ん中のオブジェクト。邪魔だな。ギリここ？
きりここ。いや、あっちのカウンター行ってみる？行けっかな。ただ敵に、なんだ俺のこのバイクってなって、こう探索されたらやばいんだよな。いや、まあでもチャレンジしてみるか。アンチは今ギリ入ってるけど、多分次でずれるから。敵が急いで移動するタイプの人だったら大丈夫。まあでもな、俺足跡を向こうにやってるしね。あっち、足跡を向こうに遠ざけて、で足跡一切立てずに来てるから。まあまさか俺がここにいるとは思わないだろう。オッケー。ここスタンバイ。意外と見えないからね、ここ。かわいいよね、あのバイク。めちゃくちゃ階級高いんだよ、あれ。意外と。なんだっけかな、フォレストフレンズっていう名前だったと思うわ。さあ、敵が来るのをここで待とうぜ。アンチがずれたら移動するはず。なかなか来ない。なかなか来ない。それにして、お、近くね？あ、来た。乗った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 ぞ。おおお、事故ってる。めっちゃ事故ってんだけど。多分慣れない車だから。やばい、ちょっとやばいやばい。荒ぶってる、荒ぶってるぞ。やばいやばいやばい。そんなぶつかる？落ち着いて、落ち着いていこう、運転。そう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 。そうだよ、落ち着いていけば大丈夫だから。普通に乗ってたな。何の疑いもなく。まあ、足跡一切立ててなかったからな。これで俺、どうしよう。あの四駆で追いかけてみるか。いや、追いつくか。とりあえずあの四駆で追いかけてみよう。どこ行ったんだろう。追跡開始だ、追跡開始。お、待って、ここにセダンあるじゃん。セダンで行こう、セダンで。よいしょ。でもこっちの方行ったよな。多分これアンチに行くとしたら、ここの道しかないと思う。お、あいつじゃない、あいつ。乗り換えたか？いや、違うな。でもバイクないな。あいつか？どこ行った？あれ？ピンクの車この辺に止まったと思ったんだけどな。待て。なんか来た、なんか来た。危ない！引かれるところだった。よくないよ、そういうの。ちょっと待って、一回逃げよう、一回逃げよう。危ない。こっち危ない。待って、あれじゃない？これだ、これ。見つけた！アンチギリギリいいとこ取ってんな。この辺いるぞ。この辺にいる。え、待って、下箱。え？死んじゃったの？君？君なの？あ、鍵あった！かわいそうに死んじゃったらしい。ここで誰かに殺されたんだな。かわいそうだ。ごめんな、俺がバイクをこんなかわいいバイクに変えたばっかりに、こんなとこで事故って死んだんだな。かわいそうに。わかった、お前の分まで頑張るよ。俺が責任を持ってな。上いそう、大丈夫か。いける、よし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 、登れた。怖え、この辺。あ、待って、いる、あそこいるぞ。にゃー、伏せられた。あ、ちょっと待って。でも、俺にはグレーがある。こんなもん。うえへへ。うますぎん？ジャストだったな。ドンピシャ言ってたぞ、そこ。さて、残りが3人。俺はあいつの分まで、頑張らなきゃいけないんだ。あ、待って、走ってる。じゃ、やられちゃった。ってことは、あの辺にいるな、一人。もう一人はどこだ？あそこ一人でしょ。さあ、出てこい。そっち行っちゃった。そっちは出ない。まあでも、そっち回るってことは、この正面のビルに登るってことでしょ。まあ、一人は確定してるとして、もう一人どこにいるんだろうね。さあ、登ってこいよ。登ってくるだろう。
あ、一人毒ガスで死んだな。ってことは多分、あ、来た来た、あいつで終わりだ。さあ、グレでやりたいな。さあ、そこで伏せろ。あ、そっち登る？あ、そこ入っちゃう。あ、そこ入っちゃう。そこ入ったらもう、それはもう終わりっすよ。はい。GG！ やったー、企画も成功したし、1部取れて最高だわ。はい、ということで、まあ、キル数少ないんですけどね、今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。